はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回はですね、個人的にすごい気になる、まあ新ガチャなんですけど、この、雨の少年。雨の少年を狙って、引いていきたいと思います。もちろんカエルもね、ゲットしたいんですが、雨の少年が欲しいね。うん、この雲の感じすごい好きです。はい。で、あとは、とりあえずもう、あと、お月さんか。お月さんとメデューサ妖精、そこら辺ゲットしてないので、あと死神、そう。この5も欲しいの。この5も欲しいので、ちょっと当てていきたいと思います。これゲットすれば大体ゲットできたんじゃないかな？はい。レーサータクロは訳あって、ちょっとまた動画にします。じゃあ行きましょう。とりあえず今回は、14万枚はさすがにちょっと使えたくない。使いたくないというか、次のね、多分、今回、8日間なんですけど、次が新イベントなんですよ。だから、相当いいスキンが来ると思うんです。新イベントのスキンってね。で、今回ちょっと、なんだろう、その、8日間の間って言ったらあれだけど、その新青鬼に関連した、その、なんて言えばいいんだろうな、そのスキンが出てくるので、ちょっと狙っていきたいので、あ、てか BGM ちっちゃかった。ごめんなさい。狙っていきたいので、ちょっとどうしようかな。12万枚ぐらい使いますか。だから、400で十分ですかね。はい。なので、今回も多分前半後半に分けるかな。とりあえず、200連行きたいと思います。いいですか？ 400 連で前半後半分けるぐらいだったら許してもらえますかね。じゃあ行きましょう。また今回例によってスキップ機能を使わせていただきますので、よろしくお願いします。さあ行くぞ。最初10連は普通に引きます。無限の彼方へ、さあ行くぞ。さあお隣さんがいない間に今のうちに引いとかないといけないっていうこの気持ちね。そう。なんでこのガチャの時はね、その、まあ、400円引いてれば、星2の限定は出てくると思ってたので、まあ、この子はまあ、ありがとう。何体出てくるかなって感じですね、むしろね。うん。いや、いいですよ、こういう感じ。でもね、早めにちょっと、でも早めに出てきたらで、次のスキンに銭を回せるから全然いいんですけど、さすがに10連でね、2つなんか出てきたらどうしましょうってな。そんなわけないだろ。まあ、とりあえず、こういう感じで僕はね、ずっとガチャの時はくっちゃべるんですよ。まあ、くっちゃべるイコール、お隣さんから初めて、要はね、前までのお隣さんだったら体勢ありますよ。あ、また変なことが、あいつは言っちょると。でも、今回新しい人じゃないですか。で、いきなり引っ越してきて、あ、私たちのこれから生活が始まるのねってなってるじゃないですか。その時にですよ、こんな声が聞こえてきたら、あ、私たちもうこの何年間の人生終わったわ、みたいな感じで、むしろなんか抗議まであるじゃないですか。それが怖い。あ、とりあえずスキップします。行きましょう。それでは、スキップ！まあ、結構ね、スキップの僕、信頼してるんですよ。スキップもしかしたら意外と当たりやすいんじゃないか説を僕、ちょっと提唱しているので、ポッっておじさんが出てきてくれる気しかしないんですけど、まあ、とりあえず20連。じゃあ次30連目いきたいと思います。それでは行きましょう。スキップ。どうしたスキップよ。スキップどうした。まあ30連、まだ30連ですよ。いや30連、今まで30連でね、20連が出たことありますか？ありますね。はい、行きましょう。やばい、ちょっと焦ってきた。今の言葉言わなきゃよかった。40連目。はい。まあ、あれです。今、ブーストです。ブースト。そう。あれです。飛行機。今、低空飛行でしょ。ここからふんって上がりますから。一瞬上がる。ここで一回、星さんが一回出ます。これで跳ね上がる。まだ限定は出てこない。50年目行きましょう。まだ限定は出てこないです。ほら、よっしゃ。オッケー、しかも、新しいやつじゃん。よし、嬉しい。ごめんなさい、今お隣さんいるかもしれないから、ちょっと、いつもよりね、ふぎゃーとか言えないんですけど、嬉しい。よし、オッケー。これで50連目。ほら、ここで今上がったでしょ。上がって、そっから今一気に上がるだけですよ。行きましょう。60連目かな ?60 連目行きます。よろしくお願いします。お、でもちょっと待って、ニューのスキンもめっちゃ嬉しい。はい。まあ、傘の子が出たからね。一応、限定って名前が出てきたから。うん、まあ、まだ許せますよ。じゃあ、60連目行きましょう。さあ、行くぞ。無限の彼方へ。さあ、行くぞ。傘ね。まあ、もちろん、限定ってのがついてるわけですよ。70連目。次、80連目かな。次、80連。ちょっとよくわかんなくなってきた。頭がこんがらがっていい。オッケー、行きましょう。タップエンスタート。あ、間違えた。スキップさせていただきます。それでは行きましょう。スキップ。ほう。墜落したね。あれ次80年目今墜落してます。こっから上がるだけですよ。大丈夫です。こっから下の地面にはね、バネがついてるんです。だから一回墜落するじゃないですか。墜落してバネでポインって上がるんです。だから一瞬上がります。一瞬上がるので、ここで星さんが出てきます。はい。嘘です。大丈夫。桃太郎なんで。
はい、桃太郎なんでいきます。はい、90年目、ね、よくわからん、90年目いきましょう。不安になってきたね。大丈夫、落ち着け落ち着け。じゃあ11連100、これで100連目か、これで100連目いきましょう。はい、ちょっと待って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 、これはダメさ、ちょっと待って、これ一番ダメなパターン、一番ダメなパターン出たな。青鬼オンラインついに牙を剥きやがったな。ちょっと待って、あ、いや、とりあえずダメダメ、悪口はダメ、悪口はダメ。いや、でもいつもガチャで言ってるじゃん、いいって言って、別にふざけんな、やめてこ。よし、じゃあ次、110連目いきましょう。はい。ちょっと待って、あれ前さ、神引きした時ってさ、どうやったら出たっけ、けなしたんだっけ。おい、青鬼オンラインさん、出してくださいよ、怖いんすか、出してください、お願い、ごめんなさい、本当にごめんなさい、出してください、お願いします、嫌です、ちょっと待って、ごめんなさい、青鬼オンラインさん、助けて、お願い、やだ、死にたくない、まだ死にたくない、待って、120連目、130連目かな、次わかんない、ちょっと、もう頭がこんがらガッティングなんで、130連目にしておきましょう、いきましょう、はい。ああ、ちょっと待って、今これお隣さんに聞かれたらさ、お隣さんどう思う、もしお子さんがいたとしたらですよ、ママなんか変な声が、ダメです、もういや、この生活もう嫌だってなっちゃうでしょ、もうさ、鬼お姉さん出しちゃおう、うん、出したら出したら発狂するからね、同じなんですけど、140連目いきましょう、はい。君はもっと、ちょっと待って待って待って、君はいい、君はもうちょっとどっか行ってくれ。ブレットマン、お前何出てんだ。あのね、これ最近ね、ブレットマンがね、その対戦画面で出てくるんですよ。その時に、トライアングルの敵みたいな感じの名前を見つけて、ブレットマンで、あ、なるほど、そういうことかと。お前は全力で倒すぞと思ったら負けました。はい、ありがとうございます。150連目。うん、もう何も言うまい。行きましょう。はい、160連目。はいはい、ポン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 。はい、170。はい、次170連目行きましょう。はい、ポン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 。うん、180連目。ちょっと待って。はい、ポンポンポン。うん、なるほど、なるほど。うん、全然怖くないです。190連目。ちょっと待って、ちょっと待って、おかしいじゃん。待って、おかしいじゃん。ポン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 言ってたけど、待って。今ので青銭12000枚、12000飛びましたよ。金額で言うと1万何歩ぐらい飛びましたよ、今の一瞬で、ね、ポンポン遊びで、今のポンポン遊びでね。待って、これもうラスト10連なんだけど、ちょっと待って、じゃあラスト10連いきましょう。待って、これ夢かな、あれ、ちょっと待って、お腹痛くなってきた。タップエンスタッフ、ここでね、出てきてくれれば何も問題ござらんのですよ。うん、幸先悪いスタートだ。お前を殺してやると言わんばかりの悪魔の登場。おっと、これは、これはやばいぞ。私今日死ぬんじゃないかな、大丈夫かな。行きましょう。はい。お、待ってください。でもこれ、星2が連続で3回連続来てますよ。これはもしかしたら、もしかする可能性。おい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 。いや、トライアングルのグリーンという意味では、おーほん、これは援護の仕様がございません。仕方ない仕方ない。そういう時もあるということ。ちょっと待って。これコンプしちゃうんだけど、星1やめてくれる？ちょっと待って、せめて同じやつ来てよ。いいけど、別に嬉しい、嬉しくもなんともない。ちょっと待ち、なんで三浦大輔やめなさい。絶妙なコントロールか、貴様は。待て待て待て、グリーンだよ、いいんだよ、グリーンだよ。仕方ない。私の髪は最近グレーアッシュに変えました。まあ、そういう時もあります。ということで、ランダムマッチ行きましょう。はい、もう一戦行きたいと思います。なんかもう全てがいいです。はい、ポンポン遊び。はい、皆さんもぜひやってみてください。ポンポン遊びをするには、青銭、12000枚、用意していただいて、4回連続でスキップを、ポンポンポンって押すことでできますので、ぜひぜひね、やりましょう。はい。で、なんか一瞬マスターの人見えたんだけどさ、まだ始まって30分も経ってないのにマスターってやばくないって思ったけど、マスターいなかったですね。ごめんなさい、嘘でした。はい。さて、でも SS ランク、まあでも SS ランクはまだいけなくはないか。で、マスターなんてあれですからね、その、ちなみに1戦目、例えば、その、青逃げしました。見ます。マスター、1位と2位しかマスターで、なれませんからね、最初の、13時、始めって。前までそんなことなかったからね。さあ、そしてブルーオーラでございます。ありがとうございます。それでは行きましょう。レディー、ゴーラー。行きましょう。さあ、行くぞ。とりあえず私はここで宝箱を開かせていただいて、ローラースケートと、なるほど、なかなかいらない、ここ来ちゃダメ、よし、お、ブルー、あれ、ファイヤーマンくん、あれ、消えた、あー、いた、ファイヤーマンくん、僕の方がすごいね、ほら見て、オーラが放ってるんだよね、ね、すごいでしょ、ね、とりあえずさ、ボット相手何言ってるんですかって、
そういう寂しくなること言うのやめてもらっていいですか。ボットでも生き物です。いや生き物じゃないか機械かまあプレイヤー、一応プレイヤー部屋はプレイヤー部屋なんでね、偶然あのファイヤーマンがボットだったっていうだけであって、はい。でなんかねコメント欄で、そのコメント欄っていうかあのツイッターの方でね、そのリスナーさんから教えていただいたことがあるんですけど、裏ステージでなんとそのリリスが出てきたと教えてくださった方ありがとうございます。そのリリスが出てきたんですが、だからリリスが出てきたからそのファイヤーマンも裏ステージで出ますよっていうコメントをいただいて、どうやらやっぱり更新されてるみたいですね、その宝箱っていうか裏ステージの宝箱はね。なのでぜひ皆さんそのよかったら、裏ステージでね、もしこのファイヤーマンがゲットしたいよと、でももうガチャでないんですよファイヤーマンってね。だからいやファイヤーマン欲しいって人はぜひぜひ青鬼オンライン、その青逃げしていただいて裏ステージの宝箱ガンガン引いてください。かなりの低確率で、ファイヤーマンがゲットできますのでおすすめでございます。はいおすすめかどうかは分かんないかもしれないんですけど、はい、ぜひぜひ、ね、やってみてくださいませ。で、おーティーン大丈夫ね。どうやらやっぱりねレア鬼は来ないかな。普通の青鬼だもんね、だいたいレア鬼。じゃあシークレット青鬼って何だったんだろう。その一体青鬼いたじゃないですか、それって。でもずっとあのままシークレットにしとくわけないよね。でもさすがに次のシーズンがその8日後だから、そこまでずっとね置いてたってことないから、もしかしたら途中でイベントがある、もしくはその今回のさ、そのレア鬼来た、あーでもコウモリ鬼か、そっかコウモリ鬼か、いやでもトラギブソンだ。でなんだろう、その今回っていうか父の日イベントで酔いどり青鬼が出てきたじゃないですか。じゃなくて本来はもっと違うやつを作る予定だったけど、でシルエット出てきたけど、出したはいいけどなんかその結局間に合わなかった、もしくは不具合で出てこなかったとかで酔いどれにした可能性もありますよね。いやわかんないですよ、違うかもしれないんですけど、まあ可能性としてはね。そういう、おっとレアスキンをゲットしておるの、しかしわしはもう持っとるからいらんのじゃ。頑張ってくれたまえみんなのもの、ヒロシ君頑張りたまえ、君が残り2対1になった時私は喜んでやられよう、約束しよう。でもあのヒロシってボット、いやボットじゃないな、プレイヤー部屋、んプレイヤーか、いやプレイヤー、あープレイヤーだね。じゃああの人が、もしやられそうな、2対1になったらやられます、優先的にやられたいと思います。てかまあそこまでいけるか分かんないけどね。でこのステージは、ちょ待ってここ待って、鉄壁の防御なんだけど、ちょ待ってキャプツバの石田君、待って止まるなよ、止まるのはなしだろ、こっち来ても、おーちょっと待ち、タモス、こうやってやってキャンプするのよくないよ。おーっとデッドバイデイライトの癖が出てしまった。いやここで私は一気に、よーし、おーっと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 、ちょっと痛い、待て待て、さあヒロシ君残り二人になったら譲ろうではないか、約束しよう。いや本当に譲りますわ、ちょ頑張ってほしいからね。さてどこにいる、ヒロシ君、ヒロシ君、ヒロシです、ちょ待て、ヒロシです、どこ、あれヒロシ君、あいたいたいた、あそこにいた、頑張れヒロシ君、あ、そうだね、あそこだったらいけるんじゃないか。あ、ヒロシ君、ヒロシ君逃げて、はぁー、ヒロシ君、ヒロシ君どこ、ヒロシ君大丈夫、待って、これ大丈夫か、ヒロシ君、ヒロシ君頑張れ、よし、残り2人になったらやられよう、2人で一緒に、ヒロシ君頑張れ、よし、いいぞ、よしよしよし、ヒロシ君いいぞ、頑張れ頑張れ頑張れ、マジで応援する、頑張れヒロシを応援します。トライアングル間に合っちゃった、やべ、どうしよう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 、勝っちゃう勝っちゃう勝っちゃう、どうしよう、ヒロシ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 どこ、あーやられちゃったかも、もしかしたら、あらやられちゃった、あーヒロシやられちゃったか、やられたっぽいな、あー残念でした、あれ負けた、なんで僅差だったかな、いやーあーやられちゃった、どこだ、今ヒロシが1位って出なかった、一瞬違うか、あれはただバグか。はい、ということで今回はですね、おそらく過去最悪の結果でございますね。はい、じゃあ虹1個出たじゃんって、違うんです、200連引いて虹1個なんですそれを踏まえてね、僕とお話ししましょう、はい、4時間でも話しましょう、僕はずっと200連なのに虹1個なんですの一点張りで4時間ずっと過ごしますがもしね言い合いで僕に勝てる方がおりましたら、よかったら連絡ください、僕はずっとこの一点張りです、勝つ自信はあります、はい、ということでとりあえず今回まあ第1回なんでね、次はまた連続でこの後撮るかな、ちょっと時間空けるかもしれないんですけど、また200連やりたいと思いますので、だから合計400連ですね、ガチャで狙いましょう、はい、ちょっと正直怖くなってきた、正直出す
気しかな しなかったし、むしろなんか100連とかで出たらどうしようとか思ってたんですよね。うん、そんな気はなかった。ありがとう。期待を裏切らない男、トライアングルです。ということで、じゃあお疲れ様でした。バイバイ。